皆さん、こんにちは。朝日豊かの新聞を切る。えー、今週もですね、えー、2つ興味深い記事を用意いたしました。あ皆さんと共にですね、えー、考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。1本目の記事はですね、毎日新聞の2月28日付の記事で、貧困は女性のせい桐野夏生さんが語るジェンダー格差への怒りという記事になります。で、この記事はですね、小説家の桐野夏生さんが 新しく書かれた本、ツバメは戻ってこないというですね、この小説の中で、手取り14万という生活の中で、ちょっとですね、経済的には厳しいのかなという中でですね、頑張っている契約社員の若い女性が、この貧困状態から抜け出そうとしてですね、卵子提供でですね、お金を稼げないかということで、 えー、病院に行ってみたところ、代理母になることを勧められて、えー、それでですね、まあ代理母になると1000万円もらえるという,う話になってですね、まあそれで、 まあ、代理母になろうとすると。えー、その結果あ、自分の体で見ごもるということになるわけですが、そうするとその子供に対する特別な愛着があ生まれてきて、えー、なかなかですね、自分が最初に思っていたような感じにならないという、そんな感じの筋になっている小説だそうです。この、こうした話を取り上げたりしながら、まあ、要は女性たちの置かれているそういう問題を、 まあ、炙り出していこうということだったりするんですが、この記事の中で、えー、女性を取り巻く環境は悪化の一途をたどっているというようなことをおっしゃっているんですけれども、これは事実に即すでしょうかキリノさんはですね、今回の記事の中で、 女性は圧力をかけられるような形で切迫した時間を生きている。昔は適齢期という言葉がありましたし、今でも結婚しろと言われる人もいるでしょうと書いているんですが、これは裏返して言えば、今は昔と違って適齢期という言葉があまり使われなくなり、結婚しろという圧力も昔と比べると随分弱くなっているということになるはずですよね。 とすると、女性たちが結婚をし、子供を産むという選択肢以外に、社会人として生活をし、自立した暮らしを送るということが、選択肢としてはむしろ以前よりも広がっているということになるはずではないかと思うんですね。ですから、この悪化の一途を辿っているという評価は、一体どこから来るものなのかが、私には全く理解ができないということになりました。 またですね、えー、男性政治家などから子供を産まない女性を責めるような発言も後を絶たないという、まあこういう記載もあったりするんですけれども、最近はこうした発言に関して、どちらかというと、 ちょっと無理やりですね、こう男性政治家を責め立てるような声というものが多いという傾向の中で、なるべくこういう発言をしないように気をつけている政治家の方が多いのではないかというふうに私には感じられます。 で、またですね、生殖医療の調速の進歩の陰で、卵子提供や代理出産での貧困女性の搾取が起きているという、まあ、こういう書き方をしていたりするわけなんですけれども、これは、卵子提供や代理出産ということでもって、今まで子供が産めなくて困っていた女性たちがですね、 えー、それに新しい選択肢というものが広がってきたという側面も、えー、あったりするということになるはずですよね。これを一方的に女性を搾取しているという、その文脈だけで捉えるのは、どうかなそれは私はフェアな議論ではないのではないかというふうに率直に思うわけです。私自身は、その卵子提供を安易に行うとか、 ましてやですね、代理出産というものが一般的に広がっていくということについて、これを良いものだという捉え方は全くしていませんし、その中に色々な問題点があるというのは、それは私自身も理解はしますが、しかしながらですね、えー、キリノさんはこんなことも言っているんですね。 代理母を利用する背景にある考え方が男性側の遺伝子さえ残せば女の人はどうでもいいというものであるならばという形で書いてるんですけれども、キリノさんがこのようなことを言う背景には常に女性は男性によって搾取されるものであるという前提に基づいているかと思います。 先ほど私が述べたように、えー、卵子提供を求めたり、第二出産を求めたりとする、えー、その背後にはですね、女性側の要求に基づいているという側面も多々あるのであって、これを男性だけがですね、なんかこう、女性に対して、えー、商品的、道具的な扱いとして考えているというのは、これは私はフェアな議論ではないというふうに思っているところがあります。 さて、記事の中では、ジェンダーギャップ指数というものが取り上げられて、この中で日本は156カ国中120位にとどまるなどですね、主要7カ国の中でも最も低いということを取り上げて、女性はこの日本において非常にこう差別された立場にあるということを打ち出していたりします。しかしながら、このジェンダーギャップ指数というものは、 その女性がどのぐらいこう社会進出をしているかといったようなことをですね。 これがですね、女性の幸福とそのまま結びつくかのような、そういう扱いになっているわけで、例えば、専業主婦なんだけれども、幸せに暮らしているというような人が、日本の中にはたくさんいると思うんですが、そういう人たちがどれだけたくさんいても、このジェンダーギャップ指数から見ればですね、低いところに位置づけられてしまうという、まあそういう問題点っていうのがあるわけですよね。 で幸福度の男女差のランキングというものが、実際には他の指標としてはあって、この中では日本というのは世界の中でもですね、男性よりも女性の方が幸福度が高いという、しかも圧倒的に高いということでも知られている国です。 日本はこの幸福度の男女差ランキングにおいてはですね、例年トップクラスのところにいるのであり、こうした別個の指標というものを取り上げないで、一方的にですね、なんか日本の女性というのは世界の中でも特別、差別的な扱いをされているかのように言うのは、それはかなり間違っているというふうに考えるところがあります。本当はそういうことを含めて、 オープンに議論ができるということが理想的な世の中なんですけれども、マスコミの歪んだ姿の中でそういうことができていないのではないか。えー、そんなことをですね、むしろこの毎日新聞には反省点として求めたいと思っています。さて、もう一本の記事はですね、えー、2月28日付の朝日新聞の記事で、日本一スカート短いアイドル、 和田彩香さんが葛藤したルッキズムという記事になります。この記事はアイドルグループアンジェルムのメンバーとして活躍した和田彩香さんがですね、このアイドルグループとして活動する中で感じた違和感というようなものをですね、記事としてまとめたものになります。でタイトルにもありましたように、このアイドルグループは短いスカートを履くことを売りにしていたと。まあ、それがですね、この和田彩香さんは、 えー、女性として性的に見られているという考えにはですね、えー、至っていなかったと。で、朝日新聞はですね、まあ、資本主義がというか、まあ、現在の世の中が、性を商品化するような、ああ、ことをですね、まあ、やっているから、まあ、そういうことが起こるんだ、みたいな、ああ、そういう理解をされていたりするとは思うんですが、 そんなですね、性の商品化なるものを、まあ、やろうがやるまいがなんですがあ、必ずですね、男性は女性というものを、そのような形で見てしまうのは、これは普通のことではないでしょうか。私たちが人間として持つ本能からですね、もうどうしようもなく起こってくることであり、そしてそのことを認めないと、人間社会というのは成立しないものではないかと、えー、考えるわけです。 和田さんは、このアイドルグループのことに関して、まあ、こう、男性のファンたちがですね、いろいろ書き込んでいる、そういうサイトを見てしまったようなんですけれども、そのサイトを見たときにですね、まあ、卑猥な言葉が並んでいて、まあ、衝撃を受けたということが書かれています。確かに女性の側からすれば、男性がそういう性的な対象で、 えー、見てくるということに対して不快感を感じるということがある。これは私も理解はできます。で、この上でですね、和田さんは、まあ、こうしたことがあってから違和感が生まれ、まあ、水着撮影が前提になっている写真集の仕事、あるいは、 えー、ライブの罰ゲームですね。セクシーポーズを取らされるとか。まあ、そういったことがあることへの、この違和感というものを、まあ、表明されていたりするわけなんですけれども。しかしながら、このアイドルグループの売りというのが、そういうセクシーさというものを売りにしているわけで、これがですね、人気と繋がっているという側面というのを、無視することはできないのではないか。 自分たちのその人気というものはしっかりと獲得はしておきたいけれども、そういう性的な形で見られることに関しては、これは拒絶するということは現実問題としてできないというのが、これは私当たり前ではないかと思うわけですね。その上で和田さんはメイクをしただけ、髪を染めただけで、時には劣化というレッテルを貼られてしまいますということを書いているんですけれども、 それは人間数多くいる中においては、そういう判断をする人も中にはいるということだと思いますが、それが全ての人がそういう判断をしているというわけでは、絶対にないと私は考えます。で、そういう様々な反応をする人たちが世の中には必ず存在するという当たり前の前提を まず認めるということが、私たちがこの社会の中でお互いをですね、尊重し合って生きていくのに大切な考えのベースになるのだということをですね、この和田さんにはですね、えー、覚えていただきたいというふうに、えー、思うわけです。和田さんは自分がしたい表現に挑戦したときに周囲からわがままと言われてしまう場面も見てきたという,う話をされていますが、自らですね、 選択してアイドルとなり、そのアイドルにももちろんいろんなパターンがあるわけですが、すでにアイドルグループとして確立された段階で、そのアイドルの型というものが決まっているということになりますよね。そうすると、その型に従って演じるということが、これはアイドルとしての仕事ということになるのであって、その中で、 私はこの方は嫌だ。自分は自分の殻を出したいというふうに言うのであれば、それはそのアイドルグループをやめるしかないということになるのであり、それを人がですね、わがままというふうに表現するとしても、私はこれはですね、仕方がないところがあるのではないかというふうに考えたりします。 さて、えー、今回はですね、えー、毎日新聞の記事1本と朝日新聞の記事1本、合計2本のものを紹介させていただきました。まあ、いずれも、まあ、ジェンダーに関わるような議論だったりするわけですが、この中においては、あどちらの記事においても、 絶対的に女性は男性よりも弱く、えー、男性に対して差別をされているという図式が最初にあってですね、そこから議論をするというところにおいて、無理があるのではないかというふうに、私個人は思うところがあります。で、そもそも人間には様々なタイプの人がいて、その様々なタイプの人が様々な反応を示すということについて、 お互いに受け入れていくというのが健全な社会の前提であるにもかかわらず特定のそのジェンダー論に基づいた考え方でこそ物事を考えなければいけないというその偏教なものの見方というのがですね問題をきちんと扱えない元教になっているのではないかまあそんな風に私自身は思うのですが皆さんはいかがでしょうかそれではまた来週もよろしくお願いいたします